ハワイ愛を深めたアイドルグループナンバーアジュエリー購入の背後に隠された願掛けと新たな海外展開の舞台。始まりのハワイ旅行。昨年11月25日、北山博光、38歳が、10便の生放送で報告した通り、アイドルグループナンバーアはハワイに滞在した。三宅県、44歳、平野志洋、26歳、 神宮寺ゆう二26歳、岸ゆう二28歳、そして7人組グループインプのメンバーたちが、美しいハワイの海辺での撮影や YouTube 番組の収録を行い、楽しい日々を過ごした。ハワイでの1週間にわたる滞在中、参加者たちはマリンスポーツやグルメを楽しみ、オフの日にはプライベートな買い物も行ったとのことだ。特に、平野市用、神宮寺ゆう 岸優太の3人は、ワイキキに本店を構えるハワイアンジュエリーブランド、バクシーに訪れ、そこで特別な買い物をしていたようだ。特別なジュエリーの選定。ハワイアンジュエリーブランド、バクシーは、永遠なる思いをコンセプトに、ハワイの伝統的な彫り柄とパッショナブルなデザインを融合させたブランドである。 このブランドでは熟練の職人が一つ一つ丁寧に彫りを施し、ジュエリーに神秘的な力を宿らせている。三人は自然な感じで店に足を運び、店員さんの話に耳を傾けながら真剣な表情でジュエリーをチェックしていたという。特に平野さんは熱心で複数のジュエリーを購入したとのこと。 彼らが選んだのは、身につける者を災いから守り、神秘的な力を与えるモチーフのハワイアンジュエリーだったそうだ。このジュエリーの購入には、願掛けの思いが込められているといい、ナンバーアイはこれをきっかけに今後、海外での活動に本腰を入れる覚悟を固めたとのこと。 彼らがハワイで手に入れたジュエリーは、ファンとの絆を深め、新たな一歩を踏み出すきっかけとなりそうだ。ナンバーアイの活躍と地なる展開。ナンバーアイはこれまでにも様々な活動で注目を集め、その活躍は拡大の一途をたどっている。例えば、昨年11月にはイブ・サンローランとのコラボでオープンした香水ショップには300人もの行列ができ、 ファンが殺到しすぎてタイアップ動画の放映が中止されるほどの人気ぶりだった。さらに、平野潮は同月に香港で行われたルイ・ヴィトンのファッションショーに出席し、韓国スターであるストレイ・キズノ・フィリックスやソン・ジュンギらと親交を深めた。これらの活動は、グループとしてだけでなく、メンバー個々の個性や魅力が広く認知されていることを示している。 そして、地なる展開として注目されるのが、ハワイ事務所の設立だ。芸能関係者によれば、ハワイをはじめとした海外にも拠点を作ろうと、事務所の設立を計画しているようです。ゆくゆくは、ハワイ公演という一大プロジェクトも発表されるかもしれませんね、とのこと。新たな展望と期待。ハワイでのジュエリー購入や事務所の設立計画など、 ナンバーアイの新たな展望が明らかになった。これにより、グループは国境を越えてさらなる成功を追求し、ファンとの結びつきをより一層強化していくことが期待される。12月24日の10便の生配信では、聖夜にどんなサプライズが待っているのか、ファンたちは興奮と期待を抱いていることだろう。 ナンバー I のこれからの活動やハワイでの新たな展開に注目が集まり、ますますその躍進が期待される。米印記事の情報は2024年1月1日現在のものであり、今後の活動や発表によっては変動する可能性があります。